フランツ・アダム・フォン・バルト・シュタイン・バルテンベルクは、オーストリアの軍人、植物学者である。ハンガリーの植物学者、キタイ・ベル・パールと共に、ハンガリーの植物を研究した。ウィーンで生まれた。ドイツ系ボヘミア貴族であるバルト・シュタイン家の一族の、エマヌエル・フィリベルト・フォン・バルト・シュタイン・バルテンベルクの3、何として誕生し、兄弟には、ベートーベンらのパトロンとなった。 ヘルディナンド・イルンスト・フォンバルト・シュタイン・バルテンベルクや、司教となった、ヨハン・フリードリヒ・フォンバルト・シュタイン・バルテンベルクらがいる。軍人として、オスマントルコやロシアとの戦争に参加した。1789年から植物学に専念し、ハンガリーの植物学者、キタイベル・パールと共に、ハンガリーを旅し、プラハの屋敷に標本を集めた。キタイベルとディスクリプションズ・イ・コーンズ・プランターラム。 ベリオーラム・フンガリアへを執筆した。バラカの俗名、ウォールドスタイニアに懸名されている。ウォールドストは植物の学名で命名者を示す場合に、フランツ・アダム・フォン・バルト・シュタイン・バルテンベルクを示すのに使われる。ありがとうございます。